さやかちゃんが変われば周りのみんながもっと幸せになるんだけどね。どうすればいいですか？今度ネガティブな自分を変えるためのこういう合宿があるんだけど参加してみる？セミナー合宿。自分に適した対処を一緒に考えてみましょう。